白間正康から1944年8月は沖縄県の政党技術者で社会運動家。宮古島の人頭税廃止に尽力した。琉球王国末期に那覇の雲寺に生まれる。政党技術者として沖縄県のおじ試験場に勤め沖縄で初めて白下刀製造に成功した。ご半生は沖縄土着の信興生活に入った。白馬は 1884年に、宮古島の政党指導員に任命され、同地に赴任したが、現地農民が過酷な人頭税に苦しむのを雑誌できず、新潟県から新珠養殖を夢見て来島した、実業家の中村十作と協力して、その撤廃に取り組んだ。白馬と中村はまず、名古屋という種族層に支役される奴隷的農民の解放に着手した。 彼らは沖縄県令として赴任したばかりの奈良原茂に面会して休場を訴えた。休館改革の意向を持っていた奈良原は、宮古島役所長に実情報告を求めた上で、同報告をもとに名護制度の廃止を含む休館改革を命じた。しかし、これは、士族層にとって既得権益の喪失を意味し、 地方役人を中心とする氏族の抵抗にあったため、手当を支給するなどの懐重策を取らざるを得なかった。一方で、改革の成果を得た宮古島農民層は勢いづき、1893年に島政改革の要求を、地方役人の削減、人道税から地層への切り替え、物農から勤農への切り替えの3点に集約し、県庁と島役所に請願した。しかし、今度は、 県庁も島役所も動かず、拉致が開かなかった。白間と中村は、農民代表の平誠牛、西里カバと共に上京し、政府や帝国議会に直訴することにした。上京にかかる交通費は、中村が真珠採取の事業資金をはたいたり、白間、平ラ西里が田畑を売って調達したりして捻出した。一行が出発する際の宮古島の調水港には、 彼らを送り出そうとする農民らと反対して阻止しようとする氏族らが集まり一触即発の状態だったという。4人は1893年11月、東京につき新聞社、知識人、帝国議会議員などを訪ね予想以上の成果を挙げた。1893年の議会では取り上げられなかったが2年後の1895年、 第八回帝国議会にて彼らの請願が取り上げられて可決に至った。1899年には土地整理が着手され、1903年、ついに人頭税は廃止されることとなった。ありがとうございます。